書文化の普及に貢献することが目的で始められた7日間ブックカバーチャレンジ。友人からバトンが回ってきたので、植物療法にまつわる書籍縛りでご紹介したいと思います。1冊目は東條百合子さんの自然療法。自然療法や植物療法に馴染みがないけど気になっているという方におすすめしたい書籍なので、1冊目に選びました。東條先生は残念ながら今年2020年にお亡くなりになりましたが、90歳を超えても精力的に講演などの活動をされていたそうです。著作権のことも配慮し、目次しかご紹介できませんが、私たちの身近な植物や野菜が多く載っているので、日常的に取り入れやすいと思います。私はこの中に出てくる梅小板茶をよく作って飲んでいます。2冊目はジェームズ・エル・ウィルソンさんの医者も知らないアドレナルファティーグ。アドレナルファティーグとは副腎疲労のこと。ストレスにより副腎が疲労してしまい、さまざまな症状が出てしまうことがあります。実は私もアドレナルファティーグを診断されたことがあります。書籍の中にはセルフチェックリストも載っているので、病気じゃないのに元気ではないという方、一度読んでみると良いかもしれません。3冊目、婦人科医関口由紀先生の温かくてしなやかな膣と骨盤が体と心を幸せにするです。女性の体に関する知識、デリケートゾーンケア、ヨガ、骨盤底筋エクササイズ、そして植物療法を使ったケアがこの1冊で学べます。月経、PMS、更年期、冷え、妊娠出産など女性の悩みは膣と骨盤のケアをすることによって改善できることも多くあるそうです。4冊目、私の植物療法の師である森田敦子さんの自然のお守り薬。植物療法を初めて知る方向けにハーブやアロマオイルのミニ図鑑もついています。私は病院に行くまでではないちょっとした不調を感じた時にこの本を開いています。ハーブやアロマオイルのブレンドの比率も書いてあり、実際にブレンドしてみるのも楽しくておすすめです。生活習慣、食習慣の改善のポイントも載っているので、すぐに始められることがたくさん載っているのもポイント。家族の薬箱に入れておきたい一冊です。5冊目、植物療法の学校の先輩であり先生であり、そして同僚の南條由香さんの初めての書籍、自然薬生活です。身近な方が初めて出版されたので、私もとても感動しました。サインももらってしまいました。この本の好きなところは商品が写真付きで載っているところです。皆さんこれがいいよとおすすめされても、どこで買えるんだろうとか、どのメーカーのものがいいのと思ったことありませんか？この本を見れば商品まで紹介されているので、とても便利です。あと南條さんがとても可愛いです。6冊目、エイミー・ロストさんのナチュラルヒーリング・ウィズダム・エンド・ノウハウ。これはアメリカで留学をしていた友人に自然療法にまつわる本を頼んで買ってきてもらった本です。スタンフォード大学の書店に売っていたそうです。全ページ英語なのですが、ハーブからアロマ、クリスタルなど多岐にわたるヒーリングメソッドが詰め込まれています。私は英語の勉強にもなるので、この本を開いて書き写しをしてみたり、単語を調べてみたりして少しずつ読んでいます。そして最後はアン・マッキンタイヤさんのプロフェッショナルハーブ療法。この本は実際にハーブやアロマオイルを使い始めている方におすすめです。ハーブの知識も載っているし、薬との飲み合わせなどハーブを安全に使うためにとても参考になる一冊です。またハーブのことだけでなく、
体の仕組みについても説明があるので、理解を深めるのに役立ちます。ハーブの写真も載っていて癒されるので、より深く知りたいという方は、ぜひ読んでみてください。以上、私の7日間ブックカバーチャレンジでした。皆さんのおすすめの書籍もぜひ教えてください。